新潟のダンスカンパニーダンスプレゼンテーションユニティ。そんな中ひっそりとオープンするお店があります。シーンズバー。本日も素敵なお客様をお迎えしております。ビートバディボーイダッシュ、彼の底抜けな明るさとダンスへの熱い思いを語っていただきましょう。それでは開店です。はい、それでは始まりました。はい、よっ今日からちょっと名前を変えまして、はい、シンズバーということですね。はい、ちょっといろいろ新潟はお酒が有名なので、はい、新潟のお酒とともにちょっとダンス談義というね、ゲストをお迎えして、やっていきたいと思います。さあ今日もスペシャルゲストでございます。ビートバディのいいガシさん。どうもー、ガシでーす。さあ今日のお酒は7代目ということですね。これもまた酒屋さんにちょっとおすすめしていただいてちょっと買ってきたんですけども、初めてなんですか？初めてですね。新潟のお酒好きですか？いや好きですね。クォーターとかお酒好きですね。お酒大好きですね僕は本当に。いやとりあえず一杯やっちゃいましょう。それから、はい、よいしょ、お願いします。はい、どうぞどうぞ。すいません、はい、失礼します。はい、すいません、申し訳ございません。なんだか湯飲みにこれ僕だけ湯飲み湯飲みのやつですね。あ、もうあ、いいっすね、あ、いいっすね。あ、もうなんかお客様にこうやっていただいて全然問題ないです。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、飲みやす。飲みやすい。これやばいやつです、ね、これやばいです。これやばいやつ。気づいたらめちゃめちゃいっちゃうやつ。これやばいやつですわ。フルーティーですね。フルーティーです、フルーティーです。まあ、飲んでばっかりも入れないんで。そうっすね。そうっすね。飲んでばっかりも入れないんですよ。はい、いや今日はもうガッシュさんにワークショップしていただきましたけれども、はい、さあ正直なところ新潟のこのダンスどういう風なイメージと、で、はい、これからどういう風になっていってほしいなみたいなのありますか？そうですね、僕ここユニティは2回目なんですけどね、はい、ワークショップ。やっぱり子供たちだったり受けに行く、まあ、大人の子たちもみんなそうなんですけど、やっぱみんなパワフルなんですよ。とパワフルなのとやっぱり礼儀が正しい。おお、嬉しいね。そういう印象がすごいあって、やっぱりなんかこうなんかみんな 目をキラキラさせて、なんかこうすごいみんなダンスが大好きみたいな、こうたくさん吸収して帰ってやるみたいな、そういう気持ちがめちゃくちゃこう踊りだったりそういうワークショップからすごい伝わってきて、なんかこう僕もそれこそ地方出身みたいな秋田だったので、やっぱりこう上京した時にやっぱりレッスン受けに行った時にはその先生からもできるだけ吸収してやろうみたいな、そういう気持ちがあったんで、なんかその昔のことを思い出したりとか、ああやっぱりそういう気持ちって大事だなみたいなのをこう新潟に来るとすごい思い出させられるというか、あ、嬉しいですね。初心に帰れるというか、すごい僕にとってこう貴重な。おお、嬉しいですね。まあ正直なところ、まあ、田舎者なのもあるかもしれませんけど、純粋無垢にちょっと育ってますね、みんなは。あとやっぱりこうやってこうご協力してくださる方がいらっしゃるから、もう本当に歌手さんもそうですし、本当にいろんな方々がいっぱいその自分のテクニックというかそういった思いだとかそういったものを本当に僕たちに伝えてくださるから、子供たちも伸び伸び成長させてもらってます。まあ本当にありがたいね。うん、嬉しいですね。いやいや、逆にありがたいですよ。いやいや逆に来れて、うん、日本酒飲めて最高。そうですよね、日本酒飲みながらみたいななかなかないですよね。なかなかないですよ。いやー本当にありがたい、本当にご機会を本当にいただいてますけれども、まあガッシュさんは本当活動も本当に幅広くやられていると思うんですけども、なんか自分の活動の中で、こういったことをこれからやっていきたいみたいなのがあるんですか？そうですね、やっぱりこう、まあ、去年とかはこう本当に47都道府県とか、はい、こう初めてこう回
回らせて、ワゴンで回らせてもらって、はい、やっぱりこういろんな地域の子たちに出会って、やっぱりダンスが大好きな高校生だったり、こういろんな人に会ったんですけど、やっぱりそういう、なんだろうな、子たちにこうやって、まあ新潟だったりもそうなんですけど、こうやってまた会えるっていうのは、うん、とても自分にとって貴重な、なんだろうな、時間で、うん、なんかそれをこうもっともっとこう全国新潟で、じゃあ BBB のイベント、じゃあユニティングを一緒にやって、なんかこうね、ナンバー出してもっとこう新潟を広げていきたいみたいな、うわー、言うてよー、言うてよね、そういうのとかもやりたいなっていう、個人的には思ってますね。なんかこうダンス素晴らしい、うん、夢みたいな話です。ダンス、まあ、ダンスはもちろんそうなんですけど、まあ、音楽っていうところをこう、うん、まあ、BBB やったらビートボックスやれるやつもいるし、うん、DC だったり、うん、じゃあ自分だったら最近タップやったりとか、こうなんかこういろんなのをこう、うん、エンターテインメントとしてこういろんな人に見てもらえたらいいなっていうのがあるので、うん、まあ、そういうのを、まあ、東京だけじゃなくて地方だったり、うん、まあ、こうやってよくさせてもらってる新潟とかでもやれたらいいなっていうのは思ってます。ぜひやりましょう。むしろもう僕らからもお願いします。いや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 、皆さん乞うご期待でございます。もしかしたらユニティ×ガッシュみたいな感じで、はい、また舞台を企画してやれたらいいなと思います。それも皆さんぜひご協力してください。協力してください。本当にいろんな皆さんのご協力で成り立っている団体でございます。こうやって本当に皆さんのご協力がありながら、僕たち町に貢献できる団体になっていきたいなと思ってますので、ダンスの可能性どんどん広げていきたいですもんね。そうですね、うん、そうなんですよね。ダンサーがダンサーの世界観だけで終わらず、それを街だったりだとか、まあ、日本全体だとか、そういったものをこうきちんと世界にアピールできる、本当にレベルの高いエンターテインメントというかですね、うん、キャッチボールのはずなんですよ、ダンス。それを明確にちょっとできていく活動をこれからも幅広くやっていきたいと思いますので、ぜひご協力していただければ。こちらこそ、はい、お願いします。フィートバンティーボーイとしたら、なんか舞台なんかあるんですか？そうですね、今ちょうどツアー回っていて、はい、それが一応5月の20日で終わってしまうんですけども、はい、まあ、6月の5日になんか、ツーマンライブみたいな、東京だったりとか、はい、まあ、そうっすね、近々で言ったらそんな感じですね。なんかまあ個人で言ったら、まあいろいろノコとウグイとショーに出たりとか、はい、6月にあったりとかもあるんですけど、うん、ぜひ、松井秀吾さんに、はい、行きます。行きたいよね。行きたい。正直本当にそういうのはどんどん一緒にやって、うん、街盛り上げましょう。そうですね。はい。お願いします。また今日はちょっとのっぽさんの世界大会用の生を見ていただきました。いや本当にさすがですね。ムカつきますね。ムカつく。いやあのナンバーを引っ提げてちょっと。いや本当に、いや素晴らしいです。頑張ってほしいなと。はい。盛り上がって頑張ります。はい、また応援よろしくお願いします。応援します。ありがとうございます。それでは本日は、ビートパーティーボーイ、ガッシュさんに来ていただきました。本当にありがとうございました。それではまた皆さん次回まで、さよなら。イエイイエイ、乾杯。はい。うん、これスルスルいけるわ。ありがとうございました。